2013年、アテネにて、佐藤勤は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員、自由民主党総務会長。総務大臣、内閣府特命担当大臣、国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣、総務副大臣、自由民主党国会対策委員長、衆議院総務委員長、衆議院議員運営委員長。 衆議院国家基本政策委員長、栃木県議会議員等を歴任。栃木県議会議員の佐藤良は長男。1952年、栃木県下津賀郡美部長を生まれ、栃木県立美部高等学校を経て、日本大学工学部土木工学科卒業。1975年に日大を卒業し、枕に入社する。1989年に36歳で、 栃木県議会議員に当選。1996年に第41回衆議院議員総選挙に自由民主党公認で栃木4区から出馬した。新進党の山岡健次らを破り、初当選した。党内派閥は宮沢派に所属するが、2000年の加藤の乱で加藤光一と行動を共にして、あとは小派閥に転落した旧加藤を座と谷が旧派に身を置き、 谷垣派の解散に伴い小賀派に所属した。2006年、衆議院総務委員長に就任。2007年、安倍改造内閣で、総務副大臣に就任し、福田康夫内閣でも再任された。2008年、麻生内閣で、国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣に任命され、初入閣。翌2009年6月、 日本郵政の官報の宿売却問題をめぐり、鳩山、国を総務大臣が辞任したため、総務大臣、内閣府特命担当大臣を兼務する。7月の閣僚の補充人事により、国家公安委員会委員長及び内閣府特命担当大臣に、林幹夫が就任したため佐藤は退任し、9月まで総務大臣を務めた。同年八月の第十五回衆議院議員総選挙では、 栃木4区で民主党の山岡賢治に敗北。超福利候補していた比例北関東ブロックで復活し、5選。二千2012年10月、所属していた小川派を退会し、自由民主党総裁を退任後間もない谷垣、定一を中心に、愛沢一郎、中谷、元らが旗上げした勉強会、有林会に参加。同年12月の 第46回衆議院議員総選挙では、栃木4区で日本未来の党に移籍した山尾からを破り、6選。2013年10月11日、体調不良のため辞任した鴨下一郎の後任として、自由民主党国会対策委員長に就任した。2014年12月の第47回衆議院議員総選挙では、栃木4区で7選。 自民党国会対策委員長や衆院議員委員長など議員生活の8割で議会運営に携わった。2015年の安全保障関連法の成立を主導。自分が持つ国体技術のすべてを注いだと振り返る。2016年9月衆議院議員運営委員長に就任。2017年5月12日麻生派。 三党派との合流へ向け有林会を離脱。そして、有林会離脱者を中心とする、天元会を設立し会長に就任。その後7月3日、合流により、新派閥志行会が発足。佐藤は会長代理に就任。10月22日の第48回衆議院議員総選挙では、栃木4区で8戦2020年9月16日、 自民党総務会長に就任。2004年の東京地検特捜部が摘発した日市連闇献金事件の捜査過程において、2001年11月に日本司会司連盟から自民党を経由して、当時厚生労働大臣政務官を務めていた佐藤に500万円が、迂回献金として政治資金収支報告書に記載されずに渡っていた可能性が指摘された。 民主党が佐藤を政治資金規正法違反容疑で告発し、特捜部は佐藤を収賄容疑で立件することも検討したが、2004年12月、権威不十分で不起訴処分とした。その後、東京第一検察審査会による不起訴不当議決を受けて捜査を行ったが、2005年12月に再度、不起訴処分とした。佐藤は2008年の国家公安委員会委員長。 就任時、現金はすでに返金していると述べた。2009年6月25日の参議院、総務委員会にて、日本共産党の山下義夫より、自身が支部長を務める自民党栃木県第4選挙区支部が、宇都宮市発注の公共工事や、国土交通省発注の協力工事で、談合したとして、排除勧告を受けたり、指名停止を受けたりした。 企業6社から献金を受けていたと批判された。ありがとうございます。